Jin. Han はどこだ？北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。後には引けん。なぜ寝返った。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。全てはあの下人めの企てであろう。おじ上、クロードの名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。
わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。ジン、鷹のためだ。行け。